ブロードウェイタワー前系ブロードウェイタワー、入り口側前系ブロードウェイタワーは、イングランドのウスターシャーにある、ブロードウェイ村より1マイルほど南東に位置する、建築物。タワーの基礎は、海抜312メートルのところにあり、タワーそのものは17メートルの高さを誇る。晴れた日にはおよそ13ものカウンティが、塔のてっぺんから見ることができる。タワーは現在、 コッツウォルズの観光地の一つとして機能しており、低価格で展覧会などを一般に公開している。イギリスの建築家、ジェームズ・ワイアットにより、タワーが城西風にデザインされたのは1794年、その後コベントリー白夫人のために1797年に建設が始まった。タワーはもともと有事の際にのみの露地が挙げられる丘の上に建てられた。 コベントリー伯爵夫人は自分の家がある22マイルほど離れたウスターからでもこの丘ののろしが見えないかと思いタワーの建設を支援した。1799年の竣工後タワーで挙げられたのろしは遠くからでもはっきりと見えるようになったというありがとうございます。